皆さん、おはよう大ベイティー、デイビックーブー池崎です。クイズ一つということで、今度はプロ野球に関するクイズ出します。さあ、一問目、阪神タイガース史上最強の助っ人は誰でしょう。ヒントを言いながらいきます。ヒントは昭和で大活躍三冠王。なんとか掛布岡田のいう形勢ででやってたんですね。あの三、せ席レンズホムラン、あの牧原相手に確か。 正解は、ランディーバースでした。わかりましたでしょうかこれは。第四問目。阪神タイガース、あだ名は、兄貴で、おなじみの元阪神の監督と、選手、今解説者として務めている、阪神の選手、誰でしょう兄貴です。4番として活躍してますね、確か。はい。正解は、兄貴、金本智明さんでした。では、3問目。今年、確か藤川球児引退してしまいました。 富藤川球児といえば、あのー、ギリーフが最強ですが、2005年から2009年まで、JFK を結成しました。F は藤川球児、K は久保田智之ですが、さあ、J は誰でしょう、J。ヒント、サウスポー。あの、最強サウスポー、はい。正解は、ジェフ・ウィリアムズでした。これ、JFK わかりますかねはい。 では、4問目。あの、あ、当時、金本智明監督はモチベーションが上がらないというきっかけに阪神を退団し、引退、退団した、あの、外国人選手は誰でしょう金本智明監督は、あいう、こういうふうになるんですモチベーションが上がらない。それだけ。懲戒ですね、はい。正解は、空あてでした。空て、はい。第5問目。 阪神のランディーバースを超える、今、19打席連続ノーヒットの、あの、今シーズン加入した選手は誰でしょうバースの最大と言われるこ人、はい。5問目、はい。今、今も、今は、ようやくお目覚めのヒット出たが19打席目で、はい。正解は、 ジャスティン・ボーアバースの最大と言われる選手ですねはい第6問目バースの最大バースの最大は外れくじというわけなんですが一番不甲斐ないバースの最大の選手は誰でしょう6問目ヒント2009年に加入した選手はい ホームラン全く打ってない選手。正解は、ケビン・メンチでした。はい。第7問目。プロ野球、えー、読売ジャイアンツ開幕10連勝の,の菅野智之選手。はい。すごいですが、はい。7問目、今メジャーに行ってる、前まで巨人に行った、 最初、横浜にいた、いて、それから巨人にいた選手は誰でしょう ?7 問目。メジャーでブルー、あの選手、はい。日本代表も選ばれた選手。横浜ではリリーフとして務め、先発も務めた人。正解は、山口俊投手でした。第8問目。千画の投球フォーム、ソフトバンク千賀投手、投球フォームはなんとかフォークですが、その、なんとかフォームは何でしょう,こう 怖いフォークです。はい。正解は、お化けフォークでした。第9問目、いきたいと思います。第9問目。えー、イエスマーティンが、あの、ロッテのマーティンさんですが、じゃあ、寿司ポーズのパフォーマンスは、日本ハムとロ,ロッテにいる選手は誰でしょう寿司パフォーマンス有名ですね。はい。正解は、レアード選手でした。次で最後の問題。 侍ジャパンの現在の監督は誰でしょうこれはわかりますね。あの、ニチャムとヤクルトでいた選手。正解は、稲葉厚野選手でした。厚野はい。というわけで以上です。それじゃあさよなら、バイバイ。